東出昌大です。本日は初日、また初回の上映にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。まずは拍手するしかないです最初は、うん、本当に公開するまでが映画なのですごく嬉しいです。僕はもうこの5人に出れたことを本当に嬉しいですし、本当にまた石井監督とでここに並んでいるキャストともまた一緒にやりたいと思ってるんで、ぜひ5人を盛り上げてください。お願いします。ありがとうございます。今日初日を迎えて、僕も何だろう、去年からやってた5人がやっとクランクアップしたみたいな、そんな今日はすごい気持ちで、すごい幸せ。マイクもうちょっと近い方がいいかもしれない。すみません、ごめんなさい、脇から、はい、すみません声が、あとクランクアップも出てなくて、俺もちょっと朝よ3時ぐらいまでちょっと飲んでてそれ別に大丈夫、セラフじゃ来れないと思ったんで。あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとなんかこう飲んだんですけど、やっぱりなんか酒飲んでてもうまく喋れねえんだなっていう。映画はどうでしたでしょうか。あ、よかった、これが聞きたかったんで、本当監督良かったですね。はい、半分ですね。いやでも本当に監督こんなにいい映画に誘ってくれてありがとうございました。はい、もう僕が言いたいことはあんまないです。もうここだけでいいっす。無理しなくて大丈夫です。安藤君はそのままがしてるから。そうだよね。本当にちょっと無理しちゃって、もう本当今日4回舞台挨拶あるんですよね。本当もう1回で帰りたいんですけど。お手紙が届いてらっしゃいます。皆さんに秘密にしてたんです。お願いします。ネズジンパチです。五人サーガの上演初日に列席が叶わないことをまずお詫びいたします。演じることは自分にとって生きることそのものでした。それができなくなり、引退は諦めでもありました。諦めていた自分に、再び演じることの楽しさを味わわせてくれた監督に、心からお礼を申し上げます。こうして初日にいらしてくださった皆様をはじめ、5人を、そして5人サーガをご覧くださるすべての観客に、生きていたヒズを、ネズジンパチを、見届けてくださったことに感謝いたします。ネズジンパチ。僕はネズジンパチさんという役者さんが大好きだし、やっぱり映画の中のネズさんっていうのはもう考えられないくらい魅力的だし、でも今後もそういう心血を注いで僕らも映画を撮り続けるので、役者頑張るので、だから皆様にも邦画を今後も見続けていただきたいなと思います。本当にネズジンパチさんありがとうございました。普段洋画ばっかり映画館に見にいらっしゃる方々も、これを機に邦画の世界に、また5人の世界に踏み入っていただければと思います。劇場に来てくだされば、新しい何かは絶対にこの映画はくれると思うので、もう一度ここにいらっしゃる方々もぜひご覧になっていただきたいし、また新しい友達とか親御さんとかを誘っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。